皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3ですね。前回の続きからやっていきます。時空世界の、地底の世界に来て、あ、なんか知んないけど現在呪いマスターになってます。で、この塔になんか宝があるみたいなんで、この宝を漁ってから先へ進んでいきましょう。とりあえず登っていけばいいのかな。これは扉と階段、扉に入ってみよう。お、また扉。これなんだ、クリスタル。おーおーおお、え、でもこれエレベーターってこと。経路上です。マミーキャットダブルランチャー。あ、ホーリーとね、フレアを前回手に入れたんで。てかメザのさ、まあ、メザめちゃくちゃ役に立ったけど、タキオンか、タキオンが全然使われてなかったね。何、死なない、強い。キャラフレア、フレアホーリーのパターンで一掃はできる。とりあえず一旦で一掃ができるけど、最近敵が強くてさ、てか早くて回復をしなきゃいけないんだよね、戦闘が。あれ、ここまた中ある。何これ、変わってる、キラー文句になってる。ちゃんと考えて、スクラアタック、竜巻に強い、溶かす、吸い取れない、人間なのに。ロボットとかなら分かるけどさ、残るか。ベレムナイト、セキュリティのパーツつけよう。ロボットキャノンヘッド、うお、キャノン、やった。6連発ボディアタック、自爆、自己修復。わあ、魔法が、魔法が使えなくなっている。仕方ない、ケアルガで回復させる。てかさ、なにこいつ、あ、ロボットってパーツつけなきゃ弱いんだっけ。クソ弱いんだけど、やばい、サイボーグに戻りたい。あれ、これなんかどん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 行っちゃってるけどさ、いいの、なんかループしてるとかそういう、え、ループしてる、もしかして。先制攻撃、ちょっと先制攻撃を生かそう。6連発しかないよね、使うもの。いや、戻りたい。ロボット微妙だ、魔法使えないのは微妙だな、さすがに。てか6連発さ、威力を発揮することなく終わりそう。肉プリーズ。ちょっと階段、自分の足で登ってこい。闇の石、あ、ない。てかさ、何しに来たんだ。ホーリー誰にでも聞くな。え、なんか隠し扉があるわけでもないし、ちょっと行ってみよう。じゃあ上に行くだけかな。あ、ってわけでもない、ワープ装置か。謎すぎる。なんか上に上にどんどん登っていってんのかと思ったけど、なんかそんな感じでもないね。てかロボットが不安すぎるんだけど。肉プリーズ、肉を食っけ。ない。ん、なんか右の塔と左の塔を一気にしてるとかそういう感じ。げ、400、死ぬ。130とか、130食らっただけで死ぬからな。こいつはちょっと残るね。700台しか当たらないから。キラモクのパーツ、サイボーグ呪いました。よし、サイボーグの方がまだマシだよ。マジックパーゼロになってるし、ひでんだけど。回復薬が、ヒールが何気に役立ってたかった。いやー、種族的には何がいいんだろうね。エスパーはやっぱり魔法強いからめっちゃ役立つ、それは確か。人間をどうするかだよね。別に武器使えれば全然大丈夫だし、ロボットは鍛えないと弱すぎる。ちょっとまたこれが出てきて、先制攻撃か。いや、先制攻撃か。あ、ここで一応クエイク使えば、もしかしたらこのホーリーのイカの内もらし倒せるかもしんない。
ベレムナイト。名前が覚えられない。ミナイト。クリアはちょっとね、さすがにもったいないからね。こんなやつの金すっげえな。え、なんだこれ、全然わかんねえぞ。地形が理解できねえ。クレアのホーリーのここでクエイクを唱える。てかさ、ディオールとかホーリー、あ、覚えらんねえんだ。そういえば67ゲー倒した。やった効率的、超効率的。これでいこう。破壊して、うわーつえ。これ苦かったし、この呪いすごいよ。本当に呪われてるよな。ホーリーを耐えたと思うだろ。お前はこのクエイクで死ぬんだ。でいちいち回復がめんどくせえな。クエイクも唱えないといけないから、ディオールマジックパワー使うんだけど、あー、あれあれあれ、今こっから来たのか。そういうことか。マットナースとかまた、わけわかんないやつが出てきたな。押しかかる。誘惑された。やべえ、正気に帰った。クエイク139からのプレイ、これ絶対倒せる。ん、違うな、また違うとこに出てきたぞ。これ意外に複雑。とりあえず登っていこう。100クラウンか。何、もうホーリーだけで倒せなくなってきた。微妙に倒せないんだなこれ。じゃあシデューのヒールでいこう。あ、宝庫、炎の石。よし、炎の石は。でももうホーリーとフレアがあるからな。でもアシュラの方が強いのかな。このまま普通に帰っていってるけど、あ、だからこう、鏡、よし。あれなんだっけ、マガタマと鏡と、あともう一つだよね。剣か。え、ちょっと待って、これこう来て、あ、最悪テレポで出れば、全く問題ないけどね。聖剣4本あって、エスパーにも聖剣を装備させた方がいいのかどうか。魔法が強いのか聖剣が強いのか。ボスキャラは基本的に聖剣めちゃくちゃ通るからね。いや、帰れない、分かんなくなってきたちょっと見失った、俺の今の自分を見失ってる。自信だった大事なクエイク要因だったのに。けテロリストとキラーモンクが倒したか。ちょっと待って、ちょっと待って、石化が治ってね。エスナでケアルが、あー、エスナやっぱヒットポイント低いな。600ないのか。で登ってきて、でこれがね、何を意味してんのかが分かんねえんだよな。下に降りよう。お宝箱ある。ハイポーションからの、え、どういうこと。え、マジで意味わかんねえんだけど。で、宝ってなんだ。あの鏡のことかな。いけねえ。もう集中攻撃かかってる。ここは全員倒すんだよね、もう外の敵は。ここも一周してくる系かな。ちょっと今本当にわかんねえ。早い、先制攻撃早いね。でミルフィ意外に早いからね、そもそも。あ、こいつはモズマを突破する。え、待って待って待って、強そう。こんなごついやつなの。ちょっと待って、マグマ唱えよう。で、早めにヒーラー唱えよう。どこにあるヒーラー。あ、で、武器。どうしようかな。こいつも速いかな。ケアルガで一応、
年には眠れて1200とか聖剣がめちゃくちゃ効いてんな。マグ838弱え弱えって、こいつがね、ただ不死身だ。メタモル目の前で変わってんのに大丈夫か。長老がナスの谷へ行って人間狩りをしようと言っていたぞ。人間そいつはいい、久々のごちそうだ、先に行くぜ。いや今の見て分かった、こいつらは人間食うわ。うまくいった、元に戻ってる。東の遺跡に住むボルポックは聖剣がないと苦戦するぜ。この世界の海はラグナシンの一部と言われている。あ、そうなんだ。海の大穴もやつが開けたんだ。あ、大穴からあれか、こっちの世界に水流してんだね。ラグナ様はゴート山の城に住んでいると言われているが、城にたどり着いた者は誰もいない。でラグナその立ち位置がよくわかんねえんだけど、あれ同じ話してんの。あ、またいる。あれ、ここまで来るなんて君たちも結構やるしない。こいつらマジすげえな、どうやって来たんだ。あら、無茶しちゃダメですよ。君たちも三種の神器を探してるんですか。ええ、心当たりありますか。実は剣は私が持っています。しかしなぜこれを。故郷の世界の危機を救うため聖剣を得て神と戦わねばならない。うん、血が騒ぐ話ですな。いや、悪者退治と聞くとつい仕方ない。これは君たちに譲ろう。本当ですか、ありがとうございます。せめてお名前を。そうだな、覆面とでも呼んでもらおう。気をつけていきなさい、さらばだ。剣を手に入れた。消えた。奴らは人間じゃない可能性がある。この町に三種の神器を探してる変な親子がいるぜ。部屋どっか行っちゃったよ、もういないよ。七、最近さ、宿屋ないなって思ったらあった。ハイポーション。ああ、まあこれね、でもめんどくさい。ちょっと今さらロボットっていう気にもなれないからな。せめてサイボーグだよね。で、ちょっと待って、でちょっと待って、来たはいいけどさ、頼元って何。で、ここはもうマジックパーク回復したから、ホーリーで、こうクイック一応唱えとこう。吉本だった。何、吉本って、あの吉本を意識してんのかな。で、来たはいいんだけど、ちょっとマジでどこ行けばいいんだ。何これ、あれなんかいるな。ちょっと待って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 、わかんねえ、ちょ訳もわからず来てるんだけどさ。だからそのボルボックに魔法が効くかどうか、あいつのとこ行ってんだけど、どうやって行けばいいんだこれ。宝箱は回収していく。光の石、この下から来て、こう来て、エングルマ、おお、何 130140、 それ何食らう。1200とか異常なんだけど、攻撃力がケアルカとかチョコザイナクエキとか。てか、なんでギオルだった遅いの。こいつ強え。自己修復85。うわー、自爆してきた。しかもやるじゃないか。ちょっとヒール参加しないよ。はい、終わり。あ、来た、ボラージュ、やっと会えたな。あんたは、君たち3人を滅びの未来より連れ出したボラージュ。何、来ると思ったよ。詳しい話は後にしよう。俺はゴート山の調査に行かねばならない。君たちはこの遺跡にある結界発生装置を破壊してくれ。俺も調べがつき次第ここに戻ってくる。気をつけていけ。あ、待って、結局こいつなんでここにいたの。下に行くか。ディオール何も言わないね。それは魔力は下がった、無駄だよ。何、これはもうホーリーだけではやっていけないか。マッドナース、ヒール意外とないよ。
これなんか上下を行く感じだね。こっち何も、あれ行けないよね、こっち。行けない。で、こっちから来たから。クイック唱えておいてもいいかもな。でもあれか？今もうこっちの4人のレベルが上がりすぎて、ディオールが遅くなっちゃってる。前までディオールかなり先行できてたけど、そんなことないな、今。上に行ける。下もある。宝箱がある。魔力の実。お、これは助かるな。まあ、って言ってもね、コテージがね、めちゃくちゃ安いのがね、楽。死ぬ、あははは。やばい。正気に帰った。一瞬で正気に帰った。フレア。フレアとホーリーの違いがわかんねえんだけど。どっちがいいとかあんのこれ。絶対ロボットにはなりたくないからな。で、上なんかあったっけ？ない。エングルマ強えんだよな。じゃあ、いっか、クエイク。サバフトやけど。いや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 。いや、ブレザーが使った、全体使ってくると10とか全然違う。うわぁ。やっきゃ、倒れた。厄介すぎだろう。クエイクで、これでなんとか。ダメだ。倒せない。エクスカリバーめちゃくちゃ通るね。聖剣がめちゃ通る。3回で回復してる？いや、微妙に回復してねー。このパターンは楽。いや、敵の猛攻をさ、ちょっと耐えなきゃいけないっていうのが、なかなかきついね。で、このクエクで、打ち漏らしを倒す。なんとかなる。で、毎回減るから、ヒールってでも大して使わないね、マジックパワー。こっちからこう来て一周してきただけじゃねえかよ。無駄足だったな。234人に攻撃されてるから。でクイック意外に役立つ。レベルアップ。で、デューンが減ってるから、ここはケアルガで回復させちゃうか。下。オッケー。で、こっち行ける？行ける。あそこにも宝があるけど、取りたい。出たー、エングルマ。マジで強いからなって言っても、やることは変わんないけどね。地震。クエイク。いや、クエイクは強い。これ、5人、ぐわっ、自爆してきた。5人全員全体攻撃されると、まずエスパーが倒れるからな。エスパーがやられると、うちのチームは、かなり壊滅的ダメージを受ける。あれだ。クエイクじゃ仕留めきれねえんだ。そういえば。もう死んだやつは生き返らせない。戦闘中に生き返らせるくらいだったら、経験値無駄になるかもしれないけど、攻撃をする。それがうちのパーティーの基本。吉本円髄蹴り。いや、800で倒せないかけやとかさ、やる意味あんのこいつら。角膜な、一回使いてえな。これどこまでいける？こあっち側はいけなかった。核爆弾使おう。一回ね、一回。核爆弾。あ、三つそのままもう持てんだ。なるほど。それは便利だな。いや、大丈夫。俺は絶対耐えられる。来たんきょく。よりか！おお、これは超強え！いや、ま、一発5万っていうのはあるな。一
発5万はわかるわ。すえ、マジで。ちょ、いくぞ。変えよう。ちょ、もったいなさすぎる、さすがに。いや、でも、あいつらに倒して、一発5万ってことは、いや、待て。死を覚悟したときに使うのは全然ありだな。これで全員倒れたらだってもう核爆弾案件だよ。強っ。まあ、ホーリー入ってくれればね。クリアで、なんとかなるかな。いや、このエンマグルマか。エンマグルマって言うんだ。で、下降りて。まあ、なんかぽいとこ。左にぽいのがあったっていうか。またお前らかよ。クリティカルヒットだとマジで死ぬ。地震は地震でダメージ食らうからね。いやー、炎の前強えんだよな。もう敵ここいけないか。これ耐えきれば2ターン目に入ったら絶対無理だわ。で120とか3回。あれ、こっちはこっちでなんかあんな。サンダーマスク9枠とか。クリア、いけ。レベルアップ。あれ、これどこ。あ、宝箱。闇の石で、上に行ってなんかいる。先制攻撃か。まあ、倒してこう。あ、とりあえず絶対フレアっけ。ホーリーが外れた。フレアとホーリーのパターンで絶対一旦で終わるからねって言うとしたら終わった。すげえ変な、可愛らしい感じのキノコみたいなやつが生えてんな。あー、勝手に行った。ひどくない？今あの直線のボールボックの前でコテージ使おうかと思ったら勝手に来ちゃったんだけど。結界を破壊させてもらうみたいなこと言ってきたよ。残念だな、この装置は俺様を聖剣から守る力もあるのさ。あ、そうそうかい。それじゃあこれでどうだ。何をするんだ。ドクターがこういう時のために自爆装置を埋め込んでたんです。いや、鬼畜すぎだろ。ネメシスを頼みます。こういう時のためってなんだよ。マジで人の命なんだと思ってんだ。ディオール、人間風情が愚かな。ディオールを、人間をよくも愚かと言ったら、いや愚かだろ。人間一人の命を犠牲にしてまでさ、機械を破壊しようとするんだぞ。愚かとしか言いようがない。奇襲、マジかよ。え、橋脚とか失礼んだけど、ちょっとどうしよう。一旦殴ってみよう。で、ヒーラーヒーラーはちょっと必須かなっていうかさ、マジックパーが全然ない。エクスカバー1028です。やった、身を守ってるのか。アホだ。身を守ってこんなに当たんの。で、マグマがじゃあ当たるかどうか。で、一応ちょっとヒーラーは唱えておこう。ホーリー来た。うわぁ、350とか。危ねえ。800か、結構強えな、マグマも。どうする、ちょっとヒーラー。よし、ボルボックの方が早いね。これ絶対ボルボックが先制してくれれば楽。もうこのパターンでいけるから。ポルナレフが攻撃に回れるのはかなりいい。てかさ、マジックパワーがなくなんだけど、本当に。でもさ、聖剣じゃなくてもマグマも強いんですけど、普通に当たるからね。ヒーラーが61から いくつまで減るか。これを見てちょっと考えよう。魔力の目を使うかどうか。60から30、もう一回いけるのか。もう一回いけるけどさ、
ここはちょっと魔力の実で回復しよう。大丈夫だよね。いけー、早かったー。これ次、ちょっと待って、ヒーロー唱えておこう。俺結構早いもんね。だってでヒーラー、ちょヒール確実に。うう、2人死んだ。でどうする。一応蘇らせられるんだよな。レイズしかないけど。いや、レイズが先か。これでいくか。500でケアルが。で240か。これ防御とかないよね。ワンチャン俺の方が早いからな。ワンチャンヒーラーを唱えとこう。ヒールだな。ちょっとやられた？やられたか。じゃあこうでしょ。で、ちょ後手に回ってんな、かなり。まあこれはしょうがない。でヒーラーで、レイズかけるんだけど、レイズかけるんだけど、呪文封鎖効くの？ちょっとやってみよう。でヒーラー、ちょレイズこのナイフやっとこう。石化ガス、あぶねえ。それ効かないよね。そうか、氷以外を唱えてくれればだいぶ楽になるのか。マグマ、ヒーラー、あー、ヘイストショット、こっちにかけとこう。よし、残った。で、マグマをもう一回唱えたらマジックパーが尽きるな。で、ホーリーはとりあえず大丈夫。ちょ、ヒール、ちょっと怖い、マジで。で、ミルピーの方が早いから、最悪ね、シリュウがヒールでなんとかなる。結構ヒットポイント高えな。聖剣効くからヒットポイントが高めに設定されてんのかな。もう使えねえわ。普通に攻撃してみよう。ほら、このパターンが最悪なんだよ。で、ホーリーで、こっから一応ヒールが200くらい入るか。最高感も普通に通らない。だから別にさ、ちょっとエリクサ唱えておくか。なんかそろそろ死んでも良さそうな気がするけどね、こいつ。耐えるよね。よし、耐える。で、これでヒーラープラスヒールで全回復。マジックパワー回復したはずだから、そうだな、じゃあこのパターンでいこう。マグマので、ヒーラーヒール。沈黙させられた。俺の戦術が一気に。沈黙はなんだ。 S なんでしとこう。で、ヒーラーを唱えておく。ちょっと待って、意味ないから攻撃しよう。おお、危ねえ。で、こうでしょ。で、マグマ、ヒーラー、ヒール、ホーリー、オッケー。まあまあまあ大丈夫。よし、倒した。レベルアップ。核爆弾にもならない。なんか来たよ。遅かったか、ディオルが。泣くな。奴の死を無駄にしないためにも、ゴート山のラグナシンを倒し、ステスロスで海の大穴を抜けなければならない。気をしっかり持て。分かった分かったとか。切り替え早っ。ならばゴート山の城に関する情報を言っておく。城の中の落とし穴の一つがラグナシンの元へと導くと言われている。時間がない、先を急ぐぞ。ボラージュが仲間になった。あ、そう、これボラージュ仲間なんだよね。飛行エンジンてか、これどっかにさ、メビウス砲なかったっけ。あ、もうここはいらないから。ボラージュレベル40990とか強えな。マグマホーリーです。リフレクレイズメザ、結構いいの覚えてんな。さすが、なんかここまで来ただけの実力はある。テレポで行く、逃げよう。で、これなんだっけ、リモコンだっけ。ちょっと待ってね、リモコンどっかなかったっけ。あった。で、一回寝よう。そこから政宗、その三種の神器を貸しなさい。聖剣が作れるはずじゃん。は
あ、後ろカーテンあったんだ。草薙の剣を手に入れた。で、草薙の剣を誰に装備させるか。そのソードより草薙の方が強くないと思うんですけど。光と、あ、これか、これ関係ないな。なんか持ってこいって言ってたよね。で、こいつは、スクール。間違えた。ヒーラーを人間にも、あれ、炎の石1個使っちゃったんだ、そういえば。ヒーラー、ヒーラー、ヒーラー。ちょっとこれ重要だな。金がなくなるけどしょうがない。竜と紫竜にも覚えさせよう。よし、これで回復はだいぶ来てるね。で、ちょっと待ってね。飛行エンジン取り付けたのはいいんだけど、武器がステルスバリアにして、発進で、あ、ここも完全にどこでもいい。あ、なんかある。ちょっと行く前に、あ、ここもなんかある。あ、これなんだ、ラグナーの住むあれかって感じだから、ちょっと地底世界もうちょっと見たいな。というわけで一回降りて、少し地底世界見たいので、次回は多分もうアイテム回収だけになると思うんで、地底世界はアイテム回収してから、先へ進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。